成人の日は日本の国民の祝日の一つである。ハッピーマンデー制度により1月の第2月曜日が当てられている。1999年までは1月15日だった。成人の日、原宿。成人の日は国民の祝日に関する法律第2条によれば大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますことを趣旨としている。 この日には、各市町村で新成人を招いて、成人式が行われる。本来、成人の日は、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人を祝う日だったが、時期は特定できないながらも今日では、前年の4月2日からその年の4月1日に、成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっている。 1948年交付、思考の祝日法によって制定された。制定から1999年までは、毎年1月15日だった。成人の日を1月15日としたのは、この日が正正月であり、かつて元服の儀が正正月に行われていたことによると言われている。1月15日が成人の日として固定されていた時代。 九百八十三点八四年には共通一次試験が、九百九十四点九五年にはセンター試験がそれぞれ行われた。かつてラグビー、日本選手権は一月十五日に開催されたため、成人を迎える選手が出場していた事例もある。ハッピーマンデー制度導入に伴い、二千年から一月、第二月曜日、つまり、その年の一月八日から十四日までのうち、 月曜日に該当する日に変更された。1月1日が第1月曜日の場合、1月8日が第2月曜日の成人の日となる。それと同時に、冬休みが長くなる学校も多くなってきた。さらに1月8日が第2月曜日となる年には、企業によっては、年末年始休暇を1月8日まで延長するケースもある。メディアを再生する成人の日、東京都、日付、 2009地方などでは帰郷する新成人が参加しやすいように成人の日の前日の日曜日に成人式を開催する自治体も多い。ハッピーマンデー制度導入前は1日のみの休みでは交通事情等の理由から故郷での成人式への出席が困難な成人も多かったが週休2日制の定着や祝日法の改正に伴い正月中やゴールデンウィーク お盆等に成人式を開催していた自治体も1月の成人の日の開催に戻したところもある。一方、東北地方など豪雪、寒冷地帯ではお盆に開催する自治体が依然として多い。ありがとうございます。